はい、お伝えします。昨夜は夜空を見上げた方も多かったのではないでしょうか。県内でも各地で月が地球の影に隠れる皆既月食が見られ、多くの人が神秘の天体ショーを楽しみました。昨夜、月は6時過ぎから徐々に地球の影に入り、部分食が始まると、午後7時16分ごろ、完全に隠れる皆既食に。赤黒い月が東の空に輝きました。さらに午後8時半ごろには、天王星が月に隠れる惑星食も。同時に見られるのは442年ぶりです。原爆ドームの前では皆既月食とドームを一緒に写真に収める人が多く見られました。とても綺麗で感動しました久しぶりにこういうのを見たので、でも素敵です。三好市では皆既月食に合わせて150発の花火が上がりました。紅葉の名所として知られる尾関山公園を盛り上げようと、地元の有志が企画しました。公園内ではライトアップも行われています。色づいた紅葉の向こうに赤く染まった満月が浮かんでいました。とても綺麗でびっくりしました。400年以上ぶりと聞いて、はい、もう生きてる間に見れないと思うのでよかったです。もう感動して、もうその一言ですかね、自然の現象って素晴らしいなと思いながら。築城400年の大改修を終えた福山城も初めての体験です。夜の早い時間帯に見られた今回の皆既月食、家路に着く人たちも空を見上げていました。スマホなので、前回待ってたんですけど、ある程度は綺麗に撮れたので、後で家族に見せたいと思います。でも貴重な体験ができたかなと思います。そうです。次の皆既月食は3年後、惑星食が同時に見られるのは322年後ということです。